久しぶりです。カンブリケーター。久しぶりですね。でまた夏何かありますよね、予定として。もうそろそろ用意してた方がいいんじゃないか。全く決まってないです、本当に。あ、今日はもう真っさらでいろんなもの何が売れるんですか。やらしいこと考えて。僕もなんかテンション上がりますね。3人でね、来てるよ。なんかツイッター上で打ち合わせみたいな。いや、本当それしかないかもしれない。本当にそうだな。もう公開していいんじゃないですか、別に。立ち話と立ち話も懐かしいですね。懐かしいですね。11日の大震災で、どこにいたの実際は。僕は、